英傑大戦後付け実況やっていきますか。今回紹介したいのは、竜宮事件ドラケンですね。まあ原作ファンっていうわけではないんですけど、やっぱりこういう対戦シリーズの新しい試み、今までになかった若い層新規層にアピールするコラボっていうのを、まあ、僕はなるべく受け入れれるようになっていきたいなって思うし、こうみんなにも受け入れてほしいというか、やっぱりなんかこう今のこのアーケードゲーム苦しい時代の中で、まあ、新基礎を取り入れるための試みだと思うんで、そういうのをなんかこう評価していきたいなと思って、今回のコラボカードを紹介していってます。で、まあ、このカードに関してなんですけど、性能はまあ正直ちょっと上位層相手には通用しにくいかなって感じるところがあって、まあその欠点としてですね、計略が式6使って初期上昇値武力プラス2、兵力 30% 減るごとに武力プラス1ずつ、敵を撃破すると兵力が4割強回復、効果時間が16カウントっていう性能なんですけど、まあちょっとその大幅に武力が上がるわけじゃないし、速度が上がるわけじゃない槍兵の超絶強化っていうことで、まあ近寄る術がないから藁相手にはちょっと遠距離の時点で削られがちで式6の成果を上げにくいっていう欠点と、で逆に相手が低枚数のデッキだった場合っていうのは武力上昇値が高くないんで、そもそも乱戦で敵部隊を撃破するっていうのが難しいっていう、まあ今の環境だと藁相手にも高武力デッキ相手にもちょっとまあ刺さりが良くないなっていう、まあ正直な感想がそれですね。効果時間が16カウントあるんで、例えば相手が序盤中盤で式使って式リード取ったような状況で、まあ、こっちの計略一つ相手の計略一つ、そこに畳み掛けでドラケンを使って撃破取るみたいな、で効果時間を生かして攻めっていう、そういう使い方になるかなって思いますね。これ一本で相手の号令と勝負するのは難しいので、基本的には奥義造園系の奥義だったり他の計略と重ねるっていう使い方になるか、こういう感じで効果時間差を生かして、まあ、守りに使う感じの使い方になりそうかなと思いますね。カウンターの起点なんかには、まあ、悪くないんで、ただそのこれ1本でカウンター取ろうとすると、その速度上昇入らない槍兵の16カウントって今、まあ、ここで切れるみたいな感じで、ちょっとまあ次の攻めに持ち越すのは難しい効果時間なんですよね。なのでまあその評価低めとした理由としては、まあその辺のところですかね。式6に見合う戦果を上げれる局面や上げれる相手のデッキっていうのが割と限られてるみたいな、 2.5 コストのカードなんで、できればこうまあガンガン計略を打っていきたいような、本来であればそういう計略が求められるコスト帯ではあるんですが、まあ、どっちかといえばこの94気合っていうスペックの優秀さを評価して採用するカードかなって思います。でただ活躍できるのが、この場面みたいな感じですね。相手が今ここの場面での下がり方だったり計略の打ち方だったりで、あこれ再起じゃないなっていう風に確信したんで、相手の残ってる部隊の数的にここで守りで相手は奥義を吐きたくないので、こっちが一方的に奥義を使えるような、あじゃあこれ増援叩こうってなるわけですね。でその計略に加えて増援を重ね掛けできる、こういう状況では、まあ、効果時間の長さを活かせる、相手の計略が切れるところまで攻め続ければ、こっちの計略が一方的に残ってる分リードを取りやすいみたいな、そういう局面でかなり活躍できるカードかなと思います。実際にまあこの局面だと、まあ、ここを運よく撃破取れたっていうところではありますが、撃破取れてなくても多分まあ持ちこたえれるかなって感じですね。どうしてもやっぱりそのまあ今武力ここまでやって武力16っていうんで分かるように、そこまでまあ急激に武力が上がるわけじゃないんで、
どうしてもそのローテ丁寧な、しっかり丁寧にローテされると相手の攻武力デッキ相手には撃破取りにくいんで、笑う相手にはそもそもやっぱりその速度上がらない槍兵の超絶強化っていうのが通りが良くないみたいな、本当にもうただただ環境にちょっと合ってないみたいな感じの計略ではあるんですが、まあここ強みです。こういう感じで16カウントあるんで、まあさっきは残りが18カウントだったんで残り2カウントまで使える、まあこういう効果時間が長いから、あこの後、まあ、戦うことになるなっていう場面で士気あふれた時とかにポンと打てるんで、まあ、長時間とは言い難いけど中時間ぐらいならいけるよっていう、まあ、中途半端がゆえに強みとして使えるっていう場面があったんで、これこの試合紹介させていただきました。で相手は三下の陣、これはもうまあぶつかり合って勝つのは厳しいんで、松の地冬の相棒との共闘、速度上昇値を生かして宇佐美に抱きついていこうかなっていう感じですね。こういう局面なんかだとやっぱりこのまあ地冬だったりのこういう他の計略を重ねる投げ先としてちょうどいいかなって思うんですよね。投げ計略のまあ投げ回復だったり、まあ投げ超絶だったり、その辺の計略を組み合わせることによって、まあ、この計略は本来の価値を発揮できるカードみたいな、そんな感じですかね。まあでもそもそもやっぱり他の国の、あの武力 2.5 コス武力級気合持ち槍って、まあ、張飛だったり、あの辺のシリーズですね、張飛だったり文集だったり、前田利家だったりっていうカードたちは軒並み知力3なのに対して、このドラケンは知力4持ってるので、ここのスペックの差っていうのはちょっと大きいかなって思いますね。知力3と4の差ってダメ系や復兵だったりの格殺範囲が大きく変わるラインでもあるので、だからそういう感じでスペックを生かしつつ計略は重ねれる時に使って効果時間や回復を生かす、そういうカードかなって思います。ではここまで見ていただきありがとうございました。